ああ、お待ちください。お餅をお餅のお客様。お餅餅、やっていきたいと思います。今回、お餅餅の実況プレイになりますんでね。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。レートめっちゃ高いぞ、この部屋、多分。3万とかおったぞ、なんか。2、3万って感じ、ほんま。行きましょう。パッコーン。ほら。スイーツキャノンです。ダルメシアン余らへんよな。みんな取るっしょ。しかもターボもせずのんきに集めとるやつ女やるやんけ。確実に入手したいってわけやな。確かにあっちも確実ですから。さあお化けをこれもう持ちゴールまで持っていくって言ってもあるけどね。さあボム兵の上空、ボム兵自分で歩いてくる。やばい、危ねえ。ギリギリ間に合ったテレサ。さあさらに赤来てる。おわ、パックンの被害者は嫌なんでちょっと避けようか。さっき言ってもらおう。タックンって意外と継続長いからな、思った以上に。かっこん。さあ一旦ここで休憩して、インコースぶち込み、ねじ込みワカメ。さあシングルでバックス。どんな感じ、トゲゾーとかの連絡もまだなしやな。まあこれいいんじゃないかな、キープ で赤くらったら復帰で使おう。赤かなんか直撃したら復帰キノコでいいと思う。うわー、あいつ赤持ってるわ、終わった。もしくはここで防御アイテムに変換っていうのもあるけど、無理や。おお、あいつ積極的やな、プレイングは。さあパックン早く起動して、どこで使うの、あいつ。そのパックン上空で使うんか。後ろは何、ヒノさんか赤さんやったら終わったと思ったけど、ヒノさんやったから助かったわ。これダブル欲しいな。でもほっ、うわー、3番手の位置はまあいいんですけどね、結構。まあこれ使うわ。お間に合わないんで。で、ここでダブルアイテムバックスで、キノコを奇跡的に引ければ。引けた！うわあ！いやでも、3着残せそう。うん。よっしゃ、ナイスウィニング！ナイスウィニング！よっし、あいつ仕事人やな。最後まで仕事してきよったな。オッケーオッケー、このレート高い部屋ですから、2位はでかいぞ。3、トゥー、ウィン、ゴー。さあ、て、始まり戦ですよね。さあ、前からのスタートなんで、これ、逃げ切り濃厚とかもあるけど、まあ、コイン取って、いた、誰じゃん、あんたが、ケンチ。ケンチだ、言うてるな。なんや。行こうか。さあ、ダブルでバックス。浮いてー、おい、意図的に狙ってくるやつおるぞ。ブーメラン来い、ほんま。ブーメランでもう同じ人間に3回ぐらいやって切断させたいわ。腹立たせたい、もう。こうなったら。発狂させてやりたい、ブーメランでもう停止してまで同じ人間に3回当てても、発狂させてやりたいわ。それが一番ええよな、ほんま。生意気やもんな、だって。俺何も悪いことしてないのにさ、そうされるってもう生意気やん、どう見ても。これ難しいっすよ、逆側のショートカット見ててくださいね皆さん。これ逆からなんで、いつもと点、ほら、いつもと違うんでちょっと感覚バグるんよな。でもいけたわ、うまいうまいうまい。うん、これ逆側のやつちょっと難しいんですけど、いけました。さあ出た、うわー、なんで俺やねん、前におるから赤。うわ、サンダー持ってるやつおる。前のやつになんで赤後ろ当たんの。ナイスナイス、それはでかい。行こう。そこでこれアイテム前っていうのはマジでポイント、キーポイント。サンダーもう一発いけ、もう行こ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 う。超インドリ、超インドリ、間に合ってくれ。痛い、パワフル出してキノコでお願いします。キノさんかまだマシやな、ちょっとぐらい上がれそう。赤さんか、被害者になりたくないんでこっそり横からゴールするっていう、うん、こっそり前、もう一個前でると赤ぶち当てられるんで。スリートゥーワン、ガー。さあ、てかっこーん。さあ、このベルを集めていきましょうか。大外ベル。大外狩りでいきます。ほい。さあ、若干だと、噛んでいくが落ちないで、落ちるんかい。俺のコインなくなっちゃった。コイン全なくなりです。コインをちまちま集めていこみましょう。外枠のコイン、あ、でも狙ってる人おるな。あかんな、ちょっと噛み合いが悪いな。前の人間との
コインの噛み合わせが悪い。来たコイン。まあ、ここロングキラーとかあるからね、ゆっくりコイン集めていいと思います。よしよし、コイン9枚まで復帰。サンダー今これ回避できるはず。何あいつ停止してタイミング測ってやがる。そうだ、ここで撃つか。あれなんで撃たない。じゃあ早くスター確保しよう。どこで撃つんやろ。ティレさん行こう。いやー早すぎたか。サンダーずっと持って、おっしゃー。俺たちは持ってんの知ってたからな。ケンチと俺はもう多分知ってたと思うんだよな。あいつサンダー持ってるぞっての分かってたから。さあこれで俺たちの一騎打ちに絞られたな。早仕掛けのファイナルアップ、一騎打ちです。まあ、俺赤隠し持ってるからかなり有利場面ではあるが。あー嘘、今の俺ガードしに守ろうとしてしまった。トゲゾウか。俺だとフラついて、よし。これユズータと言えるのでしょうか。ユズータと言えなさそう。俺落ちちゃってるからな。よいしょ、バナナのランスリスケ。うわー対戦でした、面白かったです。よいしょー。いやー途中までめっちゃ良かったのにな。やりましたな。3、2、1、ゴー。さよしバリーボール、バレーボールさ、さよしバリーボールです。さあ5番手3番手、さあ前のこのケンチのそのミドさんがビッグスライプに使うのか、やつは多分それを持っていくと思うんですよね、やつの思考回路からして。だって3つの防御を投げる必要がなくない。だって赤をいっぱい守れるからさ、そのまま持っていくのが普通でしょ。そうやろ。うわちょっと、うわ投げんの、なんで投げないでよ。なんで1個投げたやつ、気分で、気分、気分屋さんか。1個投げてきたな。まあ、俺はちょっと落ち着いてやつを逃がしての離れた2番手でいきます。やつの大逃げをちょっと見るっていう形ですよね。なんであれなんやろ、ミドさん捨てたんやろな。クラクション狙いかな。やつの思考回路ちょっと読めなかったな。俺やったらもう持っていってしまうけどな。でも確かにこれヨッシーバリボルって長いからさ、クラクションを持っとかないときついっていうのはあるよな。確かに。さあトゲゾウ来たよ、譲るか譲るか譲るか譲らないな。ってことは後ろに隠し持ってるか、落ちたか、落ちたか。え、でも判定上俺じゃないな、あ間に合ってなかったわ。まあこれダブル防御なんで、俺の場合はクラクションガチャよりも、終わりました対戦ありがとうございました。しかも2位でスター回避とかしてるやつおんねんけど、2位でスター回避はやめてよ。出たあの 赤ゴーラ大好き人間、ウルトラミターも差し返し。まあ、コイン7枚やからまだ悪くない。一応バックスナイプ警戒します。この橋の上での4橋でのバックスナイプは怖いな。やめて、よし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 、なさそうやな、あいつの思考回路にバックスナイプっていう選択肢は。ここでバックスナイプかな、さすがにな。あ、そうやんな、そうやんな、いいと思うけどな。これ木の位置抜かされんかな。お前俺やめろよほんま。これ木の位置抜かしに行くか。いや待って待って、どうしよう。もうこうなったらダブル相手バックスや。キノコ来い。よし来た。今あいつ防御間に合ってない。よしここで終わりや。カッコーン赤消しで。うやー2位残されへんな。これ加速力勝負です。よいしょ、2位残せ。よっしゃー。まあ2位残したなら気分上々ですわ。3、2、1、ゴー。さあ行きましょう。ここでのね逃げ行こうか。このなんとか何や、スノーなんとかなんていうステージか忘れたけど、行こう。シャーベットランドか。シャーベットランドでの逃げ行けるか。超絶前張り言うてください皆さん、画面の前の皆様。よしよしよし、その言うてくれてる、超絶前張り言うてくれてますから。俺ほら前張れてますからね。ダブルアイテム、あーやばい、あーここまでのようです、ごめんなさい。ここまでです。腹いせに爆発してもらおうか。悪いけど、うわツルツルツイスターや、これツルツル、まさにもうこここそツルツルツイスターにすべきや、名前を。ツルツルやろうが、ツルツルツイスターとか言うな。一個もツルツル違うからな、名前解明した方がええぞあのステージな。あグネグネロードにしとけ。
どこがツルツルツイスターやねん。ここがツルツルツイスターじゃん、ほんま。間違ってないからね、俺言ってること。ツルツルツイスターっていうあのコース、もうグネグネロードでいいから。なんもツルツルしてへんからね。何よりもなんか赤消しみたいなのだったな。さあ、特大ブーメラン。持ってる人間おるんで、コインコース切り込みで。さらにもう一枚切る。で、下に逃げます。ブーメラン持ってるやつおるんで。さあ、赤は俺、スルー技術を使っていく。特殊能力。おい。いい位置。いい位置のコイン。おい、ブーメラン！お前、腹立つな。おら、こすりつけじゃん。それしたらブーメラン3発目ぶち当てられる可能性あんのよな、腹いせいに。怖い怖い。ダブルネバックス行こうか。あー、ちょっと早かったな。キラーやめてな。さあ、トゲゾーンも行ってるからレースはあれやるぞ。やだよー終わりましたね。こっからもうズルズル下がる一方やもんな。逆に前が止まるとかないから。あかんわ。スリー、ツー、ウィン、ゴー！さあ、ラストレス行かせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。なんじゃこれ？こすりつけてきたな。あいつもかわいそうな話やけどな。全然関係ない人間やの。関与していない人間が狙われるっていう。さあ、ここのトリプルアイテムコインズ。でかい。バックス。トリプルアイテムバックス。さあ、インコース切り込みからの超上空スター。8枚ワカメ。まあまあ、ちょっと早めに押し上げた方がいいかもしれんな、ちょっと。嫌な予感するんで、どん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 押し上げましょう。ヨンシャイン空港もそのまま決着とかあり得るけど、でもサンダーでもホフ来るってのあるけどな。落としサンダー狙いとか。赤ばっかり持ってるからもう使おうか。直撃したら腹だ。そら今のとか俺当たってたでしょ。よしよし、赤いけ赤いけ。もう前のやつら前方前方後円墳。痛い、落ちる。危ねえ。さあ、コイン8枚。うわー、これきついな。サンダー回避入れなきついぞ。あいつ何持ってる？スターか？スターやな。痛いけど、まあそれは逆に。あー、クソ、ダブル取られんのか。サンダーの連絡がなし。キラー、キラーも言ってる人間。みんなキラーや、この辺の人たち。俺だけか、時代遅れ。やばい、キラー、ついにジェットエンジン点火。雷持ってる人間なし。俺が最高峰です。これ早めに切ってダブルアイテムでサンダー行くしかないな。わざとゆっくり行ってサンダーカモン、オンザサンダー。終わった。面白かった。勝ち筋なくなったな。圧倒的リードを保たれてキラーも引けず。ダメだ、ちょっともう一レース行きますわ。腹立つ。キリュウ、ゴールまで無敵保証です。伸びろ。もうホールプロコンから手離してますからね。よいしょスリー、ツー、ワン、グー。さあ、ラストレースに走っていただきます。さっき悔しい思いしましたからね。本当に尺に触りましたからね、あの時は。本当に悔しい思いしてますから。さあ、赤ゴーラのレストラン式の悪い意地2人おったな今。同一人物と言うべきでしょうかね。究極の追い込み決めるしかないな、このワリオスノーマウンテンで。究極の最高峰からのぶっこ抜き、全ぶっこ抜き、しんがりからの超上空にするしかないですね、ぶっこ抜きを。さあ、トゲゾウ、ほら俺に当たった、しばくよ。あ、上借りてくれたな。ここのトゲゾウどっから行くか知らんもんな。こんな早い段階でトゲゾウ行くことないからさ、早すぎやろ。まだ始まったばっかりやん。よし、緑ゴーラ直撃しなかった。スターと木野さんかな。スターと木野さんだよね。で、これをどこで使うかですが、まあ、サンダーの連絡もなさそうやな。キラーとかやっとるし。ダブル取るよりこかは、ここでスター欲しいかなっていうのあるよね。シングルでスター、普通にもらっとこう。
日の市くれちゃう？どうしようかな。ちょっとグダッらしてダブル絶対欲しいねんな。ほっ、よしよし、バナナかわした。スター来い。うわーマジか。ここでのトゲゾ強いから使おう。このくねくねロードでのトゲゾは。お前バナナ置くなそこに、下手くそがよ。もういややわほんま。キラー来い。来た、もう使おう。キラー1個奥も早く使おう。コイン0枚キラー。どこで終わんねん。キノパウル屋敷の来い。よしバトン超上空、スキー場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 超上空。誰かウィニングしろ、ウィニングしろ。あー面白かったです。それではご視聴、対戦ありがとうございました。